全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。国民的アニメの一つであるシリマルコちゃん、私が小学生の頃から続いている長寿番組です。マルコやタマエちゃん、花輪くん、丸尾くんなど個性的なキャラクターがたくさんです。私個人はマルコの祖父である友蔵が好きです。友蔵心の俳句というのはよく意味がわからないことがありましたが面白かったです。このちびまる子ちゃんにも数々の名言があるのですが、私が紹介したいのはこの言葉です。許すことができない人間は寂しいね。人生なんて許しまくってなんぼじゃよ。この言葉はマルコの祖母であるさくらこたけが言った言葉です。生きていれば嫌なことの一つや二つ、百や二百はあるものです。私もこれまでの人生でたくさんの嫌な思いをしてきました。障害年金専門の社労士として活躍してからもブログや動画などで多くの人の目に触れる機会がありますので、何度か悪意を向けられ嫌な思いをしたことがあります。おそらくうつ病で苦しんでいるあなたもたくさんの嫌な思いをしたことでしょう。こいつだけは許せない、そんな風に思っている人もいるかもしれません。でもマルコの祖母小竹は人生なんて許しまくってなんぼだと言っています。こういう言葉を簡単に言える人は素直にすごいと思います。きっとマルコのおばあさんも人生楽な道のりばかりじゃなかったはずです。ちょっと調べてみたところ、若い頃には両思いの相手がいたが戦争で死んでしまったという経験をしているそうです。今でこそ温厚で優しいマルコのおばあちゃんですが、苦しい過去を経験しているのです。それでも許すことの重要さを伝えています。私も人生を振り返ると許せない人間が何人かいますが、これを機会に許そうと思います。いざ相手を許すと決めた時、少し心が軽くなったのを感じました。過去の呪縛から解き放たれ未来に迎える気がしたのです。うつ病で苦しんでいるあなたも過去の嫌なことを思い出し、憎悪の気持ちがフラッシュバックすることが多いと思います。でもそれは過去のことです。今と無関係なのであれば、その相手を許してみてはどうでしょうか。きっと心が軽くなるはずです。少なくとも私は前向きな気持ちになれました。マルコのおばあちゃんの言葉は決して軽いものではありませんので、あなたも許すことのできる人間になってみませんか。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。